ある関係者の話では、麦わらのルフィはすでに強力な7つの海賊団を傘下につけており、5000人を超える子分を持つ大船長だったという事実。エースに続き革命軍のナンバー2サボと義兄弟だったという話題性。悪の軍団ジェルマ W6、 太陽の海賊団、ファイアタンク海賊団をその場で従えた常ならぬ人望と統率力、計算され尽くした作戦で女王の城を破壊した頭脳、8億と10億を超える幹部を倒す強さ。この一件はもはや麦わらのルフィの勝利である。そして記事は最後にこう締めくくられている。5番目の海の皇帝現る。何が5番目の皇帝じゃ。悪の海賊どもが4皇者の5皇者の勝手に浮かれとったらええ。わしが元帥でおる限りお前らの好きにはさせん。